ガズレリリー超シンプル簡単バージョンやってました。今のバージョンはテレビでオープニングでやってる尺で短いバージョンなんですけどね。それでもですね、これ歌ったらわかるんですけど、めちゃくちゃ奥が深いっていうか、もう歌のね、メロディーラインのこの低いところから高いところがものすごいあるんですよ。これなかなかね、裏声使わないとちょっと無理だったんです。これはね、歌、ボーカルの、なんていうの、力量がものすごい出るっていうか、もう結構すごいですよ。歌ってみたらわかります。でもこういうのをこう取り組んでね、行くのが楽しいわけでございます。まあ、ガスもね、ちょっと本当にもう、うわーって感じでしたけど。なんとか、でも演奏になったかな、皆さんこう参考にしてやってみてください。で、今のね、テロップ見ながらできた方、今度やっぱりノートに書いて、自分だけで演奏してみるのをおすすめします。その時の参考のために私のノートを見せたいと思うんですけど、今日ですね、ちょっと一応言っときますけど、この、下にね、これ、例えばこれ伸ばすっていうのはいいんですけど、こういうのとか、キメなんですよね。あとコードがちょっと変わっていたりとかあります。今日はいっぱいキメがあるんですよ。なんで、ひとまずは今、上の段をやったということで、一時停止でメモっていってください。ちょっと言葉もすごくいっぱい詰まってるから、もしかしたら動画のテロップを一時停止した方が今日も見やすいかもしれません。まあ、でもね、こっちひらがなで書いたりして、タイミングが測るように書いてあるんで、もしかして参考になるかと思って写しております。まあ一応一時停止で、はい。A メロ、B メロ。これテレビドラマのね、オープニングの尺なんでちょっと短めですけどね。はい。じゃあ、ここサビ。このサビがですね、ものすごくこの歌のね、高低差がすごいんですよ。音程のね、すごく難しいというか面白いというか、はい。チャレンジしてみてください。ちょっとここにもなんか書いてある。はい。ちょっとギュウギュウ詰めになってる。テロップの方が見やすいかもしれません。じゃあ、出てくるコードを解説します。ちょっとね、これ、一応これ見てもらいたいんです。10個コードがあって、シンプル簡単バージョンには A7 とか出てこなかったかな。ちょっとわからないですけど、とにかくね、このコードです。これはね、なんでこうやって大雑把に紹介するかというと、これ入門コードのグループ、フル出場なんですよ。一応言っていきましょう。C、A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー7、C7、A7。この10個のコードって、ガズレレでいつも言ってる初心者様が一番最初に覚えてもらいたいコードというグループの、このガズレレ必須コードっていうグループがあるんですけど、これ今日勢揃いなんです。はい。これどうやって覚えるか。ここにリンク貼っておきます。ここで覚えてください。このね、リンク先をね、私がですね、このガズレレ必須コードがスイスイ頭に入るようにね、ご紹介している動画で、ね、10個もあるのかと思うでしょ ?1 個ずつ見たら簡単なんですよ、結構。これも1個のコードだよ。これも1個だよ。1個だよって感じでしょ。だけど、10個いっぺんに覚えるときにはコツがいるから、さっきの動画で、スイスイ覚えて演奏しちゃいましょう。さあ、ここからかっこいいバージョンの解説いきます。この曲、さっきから何回か言ってるんですけど、3連のリズムなんですよ。で、この曲はね、3連のストロークっていうのかな。一応、これはですね、一応ノートにも書いたんですけど、はい。
トトトタトトトトトタトトっていうリズムですね。トトトタトト3個でしょ。トトトタトトトトタトト、これが3連のリズムです。ワン、ツー、スリー、フォー、トトトタトトトトトタト、だから1、2、3、1、2、3、だから3連のリズム。これを弾くとトントントンタトン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 、アクセントをちょっとつける、ドドドダトトトトトト、これを基本にやってみようと。これ全編的にこんな感じでかっこいいバージョンでやろうと思います。ふんわり感を、でも速くなっちゃうんで、なるべくゆったり。こんな感じのリズムでいこうと思います。これはなんでね、なんていうかな、もうほんとダウンピッキングみたいな、たまにね、ジャンジャカジャンジャンジャンみたいなのを入れるといいかもしれませんけど、そんなリズムを基本的にやるんで、これはね、ダウンピッキング中心の、タン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 、口で言って、ちょっと練習してみてください。でね、これ。もう一個コードが一応実は追加というか、これ簡単なんですけど、 C のサスポーというコードを入れます。どこで入れるかというと、ここね、見て、 A メロのところ C、C、C サスポー C、 これがかっこいいんですよ。ちょっとやってみましょう。 C サスポーというのはどこかというと、 C を押さえといて、ここです、4弦の1フレット、ここ、こんなフレーム、 A メロの最初、泣いて生まれてとか言ってます。ワン、ツー、スリー、フォー、泣いて、これがかっこいい。これを入れてください。C サス4かっこいいバージョンではこれ登場します。あとはさっきと同じコード進行。リズムは3連でしょ。なんですけど、今日はね、こっからが深いよ。見てください。テロップに向かってあるけど、タタ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 とか、このね、タタタタタタ系がすごく多いんですよ。で、ここはね、まあ、テロップ見てわかると思うんですけど、B メロの、きっといつか今日の日をというところだけ、ちょっとここに、まあ、テロップに書いておこう。こんな感じ。タタ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 タ。ここをちょっと練習してみましょう。じゃあテロップを見ながら。せーの、はい。きっといつか今日の日を意味を持ってほらです。はい、わかる？もう一回。きっと F、G7、C、C、タダ、タダ、C、C。はい。F、F、G7、C、C、C で伸ばすでしょ。次のブロックは Em7、E7、Am と G7 は伸ばす。ダーン、ダーンです。もう一回歌わずにやると。こんな感じですね。はい。ここがね、ちょっと役立つ、キメがね、すごいんですよ。これはまあ、カッティングっていう要素、カッティングっていう要素もあるかな。一応、カッティング。カッティングっていうのはこう、左手で見て。止めてるでしょ。これをカッティングって、音をパッパッとこう。はい。このカッティングの弾き方、一応ここでリンク貼っとこう。はい。ウクレレできるリズムのいろいろというガゼレのホームページの1枚で、その中からカッティングというところで、ちょっとね、お勉強してみると面白いです。これはゲーム感覚でやると面白いんでね。決めでカッティングを、まあ、使うという感じなのかな。で、次とかね、ここ見て、D7 とこ。トトトタートトトタとかね。これどんな感じかというと、こんな感じ。もうその、読んで字のごとくなんですけど、こういう感じの、このテロップで案内する決め、リズムの決めがね、そこかしこに出てくるんですよ。例えばここも、サビの中でもダダダダダダダッターとかですね。これはね、もう、カタカナで、決めのところ書いておくんで、これからやるデモ演奏とこう照らし合わせて、ちょっといろいろチャレンジしてみてください。でね、その中でもね、朝も昼も夜もずっとのところとか、ここはもうね、ほぼね、カッティング織り交ぜて、この、なんていうかな、ドカドカドカっていう感じを表したい。ちょっとここだけやってみようか。ちょっとその前の決めのところから流れてれば、遠くまでのところからね。せーの、さん。遠くまで響くわ、伸ばして。朝も昼も夜もずっとそこに。今の朝も昼ものところ、ダンダカダッ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 、ダンダカダッダって止まる。C が G7 だ。この。こうやってできるとかっこいいですけど、今のカッティングですね。触ってる時にチャッチャカチャって、これもカッティングなんですよ。止まる。ここはちょっと高難度だから、ちょっと難しいと思ったら、朝も昼も夜もずっとって、ここで止めるだけでいいと思う。G7 で。朝も昼も夜もずっと、ここに。すごいこの音程がね。はい。こんな感じで結構キメがね。その前のさ、響くは遠くまで、響くは、この響くとか、このだったとか書いています。こんな感じでこう見逃さないでくださいね。
はい。で、一番最後の最後のエンディングで、ちょっとここ書いたんですけど、あ、これどっか貼っとこうかな。どっか貼っときます。星影に響くわし。こんな感じ。しーでででで、ってやりたいんです。ちょっと見てて。まず C を最初に押さえていて、次、2弦の1フレット。次、また普通の C に戻る。次、3弦の2フレット。また C に戻る。わかる？ C でででで、C で伸ばして、ででで、はい。2弦の1、2弦の0、3弦の2、3弦の0、C、ダダダダ、はい、こんな感じ。ちょっとこれ見て、これタブ譜で練習してみてください。これはまあ雰囲気なんでね、ちょっと雰囲気出したい方はこれやってみてください。で、結構これ短いのにもう内容大盛りなんですよ。はい、これは楽しんでやる。ちょっと難しいところができたら、ゲーム感覚としてそこだけ区切って、そのフレーズを練習してみるというのがおすすめでございます。ちょっとデモ演奏ね、聞きながら、なんとなくこう、感じをつかみながらやってみましょう。で、歌詞の内容もね、やっぱりね、愛する人よ、親愛なる友よ、遠くまで響くわ、なんか応援歌ですね、これは。力ですよ。今の時代、今のこの時期、合ってると思います。大いに歌っていきましょう。それでは行きましょう。グリーンの星影のエール、ガズレ流、かっこいいバージョンやってみる NHK 朝の連続テレビ小説エールの主題歌グリーンの星影のエールガズレリルかっこいいバージョンやってました。いや、これはですね、この3連のリズムなのにいろんなキメがあったり、あとそれにね、やっぱ歌のね、乗せ方、もうメロディーラインとタイミングとか、結構これは相当な難易度高い曲だと思います。なんだけどちょっとね、ハマっちゃうぐらい楽しいですね。これ夢中になってできるやつですんで、もう皆さん、はい、難しい時はね、うわーってならずにゲーム感覚としてやるのがポイントですからね。こうリズムが難しい時はそのパートごと練習してやる。あとでそれをガッと合わせて、こうやって何段やっていくというのがいいと思います。こうすぐできる曲じゃなくて、こういうね、なんとなくこう積み上げていくタイプの曲が面白いと思うので、ぜひ皆さんチャレンジしてください。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ、これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですね。ちょっとご確認いただきたいんですけど、ここに、紹介している動画貼っときますんで、ぜひご覧になってください。そしてですね、いつもガズが使っているこのガズのわがままウクレレと、再販売開始になりました。これガズの、これね、とってもリーズナブルで弾きやすい、初心者様の最初の一歩にもいい、初めてウクレレ、これ2つのウクレレ、この辺のことをぜひともね、これチェックしてもらいたいです。めちゃいいウクレレですからね。はい。そしてね、今回新たに GA プレイスという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり、宿泊施設だったり、もうあらゆる小売店さんまにちょっとご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレやわがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所という、もう人が集まる憩いの場所ということもあり、
で、このあのガズレリンでも少しできるなんかこう社会貢献というか、その売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って新しく始めてるあのサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も概要欄貼ってますんで、ぜひご覧になってください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでねアプリがあったりするんです。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにねいつもつけてるこの水引きだとか、このストラップキャップだとか T シャツとか、山ほどねいろんなグッズがあるんでね、あのホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとねこれです。はい、ドーン、リットミュージック社から出てるこのね信号機みたいな、赤青黄色みたいな、このねこのね楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでねまあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフもうさらにね輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。